ブクブク講座の始まり始まり。そもそもブクブクってのは何なんだよ。そうね、一言で言うと対戦型重力対水圧式マス消滅ゲームってとこね。わかった？わかんない。最初の対戦型っていうの
のと最後のゲームっていうところしか分かりませんわ。なんで分かんないのよ。なんで分かるように言えないんだよ。でもこれって対戦型の落ち物ゲームですよね。そうとも言うわね。見た感じがそうだよね。それじゃルールを説明するわよ。このように同じ種類のマスブロックを3つ以上並べてどんどん消していくと対戦相手を追い詰めていくことができるってわけ。で具体的に相手がどう困るかっていうと、なんだこりゃ。てな具合で下から水がせり上がってきて水に飲み込まれたブロックは消せなくなってしまうのよ。この時連鎖をたくさん起こせば起こすほどさらにたくさんの水を相手のステージに送り込むことができるわ。あのすみません、その連鎖っていうのは何ですか？いやーね、キアね、連鎖っていうのはこんな風に次々とブロックが3つ以上並んで消えていくことを言うのよ。そう、だからそれこそ大連鎖なんか起こった日にゃ相手はもうヘロヘロね。でもね、逆に自分のステージが水浸しになってしまった時には私たちを救ってくれるブロックたちがちゃんと用意されてるの。まずはこのハートブロック、これを3つ以上並べて消せば相手から送り込まれた水をある程度引かせることが可能よ。そしてこれが鉛ブロック、これを水面に浮いているブロックの上に乗せればそのブロックたちを水の中に沈めることができちゃうのよ。そして最後にこの両大きブロック、あ、りょうちゃんだよ。にゃん。このブロックを3つ以上並べて消すとなんと超ゴージャスな必殺技が使えちゃう。おお。でもその効果はゲームをやってのお楽しみ。で、どうすると負けになるんですか？もう気を練ったら、それは落ちてくるブロックが画面の一番上まで積まれちゃったり、水が画面いっぱいになってしまった時に決まってるじゃない。さ、お約束ね。何がお約束なのよ。とまあこんな感じでみんな頑張って勝ち残ってね。以上、天才ワシューちゃんのブクブク講座でした。それじゃ早速始めようぜ。よし、一丁やるか。お前、やる気満々だな。テレビゲーム大好きです。よーい、ドン。かかってきな。ああ、
子供だからって手加減しないからな。手加減無用。よーい。
よし、いっちょやるか。お前、やる気満々だな。テレビゲーム大好きです。よーい、子供だからって手加減しないからな。手加減無用。よー